伊達市民ニュース。4月15日 IBM の方たちが CIA に来たんだない。IBM で、3年間で100の都市で市の抱えていらっしゃる課題を解決するという社会貢献活動の一環として今回最終巻伊達にお邪魔しています。で、課題としては農業ですとか風評被害の方でいろいろ皆さん苦労されているということだったので、いろんなお話を聞いて、で何かいい解決策を出させていただければなということで来ています。この調査は26日に伊達市役所で発表済んだない。